平成10年新水ヤマハの DW24 の紹介をしていきます。ね、うちの名の子がドライブセット、かんざしです。こっち側のぐらつきがありますね。公開塔と糧食塔、多分ここじゃろ、ここの配線前であれしとるけん、ここじゃろ、配線の問題で今つかないということです。バウデッキ下にはライフジャケット等が格納されております。バッテリーでだって充電してもらうとってエンジンがかかるようにして持っていく。はい、船体中央にはイケスが2箇所、ちょっとね、なんか汚れてるんでね、掃除がいるかなと思います。なんかの残そう思ったら行ったところが、ああはいはい、マーキングみたいなできるようにね。座席すぐ横、ここが錆びき用に磁石がついてます。ついてる GPS 付きの魚探ですね、ヤマハ製 YF60NFD2 っていうですね、ちょっと液晶が見えづらいということついてます。ここに魚探を設置すると振動子が隠れて、これか、これにつけて魚探ね、ここ、ここアクリルの割れがあります。そうそうそう、こちらの三角テントは昨年2023年に新調されたそうです。基本側は通路です。前後のアクセスしやすいです。これはスペース的には十分ですね。私の膝で、膝真ん中ぐらいでしょうかね。シャフトクリーンがね、ちょっとお宅も持って帰って売ってくれりゃ、磨いてから塗り直したら全然使えそうですよね。はい、操舵席前ですね、ハッチ2つ開けました。中でつながってるタイプですね、収納スペースになってました。上のストールだけで、あれはすぐどっけん、点検口開けました。スクリューペラ、こちらもちょっとペラクリーンされた方がいいかなと思います。後方デッキ部分です。点検の立て付け、この辺もしっかりしました。ちょっと大きいセールですね。あれじゃない。マロールの油圧式のステアリングですね。なんか持って帰ってくれればいい。しっかり聞いてます。それ聞く。了解しました。じゃあメインスイッチで。バッテリーがもう上がってるってことですね。ちょっとね、バッテリー交換したら、バッテリーの交換をしたら、充電してみるの、友達が充電器持ってるけん、撮影時アワメーター2476時間、お示しております。こちらの燃料メーターはタンクをすでに交換されたから今は、そう、それが効かんけ、効かないと、こちら右舷側に設置されたステンの燃料タンク60リッターぐらいかなの使用だと聞いてます。